感染管理、あるいは医療疫学とは、医療施設内での感染流行の予防を目的とした取り組みを指し、実践を重視した疫学の一分野である。公衆衛生活動と感染管理、医療疫学には共通点が多く、前者が社会全体に向けられたものであるのに対して後者は、一般に特定の医療機関の中に限られた問題を扱う。感染対策活動、感染予防管理活動、感染制御活動とも呼ばれ、感染制御チームを中心に施設内の多くの職種が共同して取り組む活動として、病院の基本的な医療安全管理体制の一つに数えれる。感染管理は大きく二つに分けられる。感染監視とは、日常的に施設内での感染症の発生状況を把握することを指す。施設間、地域間の比較を容易にするために、血流感染症、尿路感染症、院内肺炎、人工呼吸器関連肺炎術後感染症といった主な院内感染症の定義には、米国院内感染サーベイランスシステムの基準が用いられる。実際には感染制御チームの要員が患者カルテを調査したり、患者を直接診察して感染症に特有の症状や兆候の有無を判断したりしてデータを収集する。細菌検査室からの細菌検査室のデータも重要な情報源である。近年では細菌検査室データの自動化や電子カルテ化によりデータ抽出の自動化が進みつつあり、スタッフは臨床的なデータ収集により多くの時間を費やすことが可能となった。院内感染の約 1.3 は予防可能であるとされ、感染監視と予防活動は病院職員によっても次第に重要事項になりつつある。CDC による院内感染管理プロジェクトによれば、感染監視活動と予防活動を重点的に行うことにより、院内感染の発症率を約 32% 減少させることができたと報告している。院内感染の伝播を防ぎ、医療従事者自身を感染から守るために、各病原体の感染経路に応じた対策を立て、手順を周知する必要がある。ウィーンのゼンメルワイスやボストンのオリバー W ホームズにより発表された独自研究により、医療従事者の手と院内感染との関連が示された。アメリカ疾病予防管理センターはこれを受けて、病原体の拡散を防ぐのに最も重要な方法は有効な手洗いであることが示されたと報告している。手洗いはほとんどの医療機関で義務付けられており、米国では単に常識として守られるだけではなく、様々な自治体や地方自治体によっても義務付けられている。米国では、労働安全衛生庁の基準はいつでも使える手洗い設備の設置を雇用者に義務付け、従業員が血液やその他の感染の恐れのある物質に触れた場合に、手やその他の皮膚を石鹸と水で洗ったり、粘膜を流水で洗えることを保証するように求めている。日本では国立大学附属病院感染対策協議会による国立大学病院院内感染対策ガイドラインをはじめとする指針が2002年に策定された。さらに原因となる病原体が分かっている場合はそれぞれに特有な感染経路に応じて適切な隔離予防策を取る。患者の手が触れる病室や共用エリアの接触表面は日常的な清掃により清掃。手が触れない壁や床は1日1回の清掃。MRSA やバー、クロストリジウムディフィシレ保菌者の接触する領域では4級、アンモニウム塩やアルコールを用いた清掃により日常的に消毒を行う。再利用可能な医療器具の消毒、滅菌にはそれぞれ想定される病原体に応じた方法が選択されなければならない。個人用保護具は医療従事者が危険から身を守るために身につける衣類や器具を言う。医療現場での危険とはウイルス性肝炎や HIV などの病原体を含む可能性のある血液、唾液、その他の体液やエアロゾルへの暴露を指す。個人用保護具はそれらの感染性物質と医療従事者の間に物理的なバリアを作ることにより暴露を防ぐことを目的とする。米国では OSHAの基準により、血液その他の感染性物質への曝露が十分に予想される場合、血液感染の病原体から身を守るため、医療従事者に防護具の着用を求めている。防護具には、医療用手袋、医療用ガウン、帽子、靴カバー、顔面シールドマスクゴーグル、外科用マスクなどの種類がある。どれを組み合わせて、どのように使うかは、通常医療機関ごとに定められた規則によって決定される。ほとんどの器具は、完全に消毒、滅菌するための高コストを考慮して、使い捨てするようにできている。OSHAの基準では、感染性物質に曝露した現場を去るときに、直ちに防護具を外して消毒、または廃棄するように求めている。作業中に感染症に曝露される可能性のある医療従事者にはワクチンを活用して感染から身を守ることができる。通常用いられるのは B 型肝炎、インフルエンザ、3種混合、新3混合、髄膜炎菌、帯状疱疹ウイルスなどのワクチンで施設の規則や勧奨、職種、個人の希望などに応じて医療従事者や救急隊員などが接種を受けている。一般的にワクチンの予防効果は完全とは言えず、一方で副作用も見られるため、十分な情報をもとに接種の判断を行うべきである。感染監視により感染症の発症率が通常よりも高いことに気づくと、感染管理チームは調査によってそれが本当の感染流行なのか、細菌検査プロセスの汚染による偽の流行なのか、通常の発症率がたまたまランダムに上昇しただけなのかを判断する。もしであれば、流行の引き金となった要因を追求し、流行を食い止めるためにその要因を排除にかかる。通常は正しい手順が守られていないことが原因であることが多いが、時には建設工事など他の要因が関与していることもある。感染管理を身につけるにはいくつかの教育制度がある。職業的背景として多くは看護師、時に臨床検査技師、そして医師が多い。感染管理と医療疫学に特化された研修コースは下記の職能団体によって提供されている。医師として感染管理に関わろうと考える者は感染症科の臨床研修を経ることが多い。米国では、米国感染管理疫学認定機関は、医療従事者の職業的背景と実務経験を審査し、標準化された学科試験により知識のレベルをチェックした上で感染管理担当者に免許を与えている。出願には2年間の活動経験が求められ、5年ごとに資格更新の必要がある。また、米国では CDC と米国医療疫学会の合同で病院疫学、病院における感染管理のコースが毎年開催されているほか、感染制御実践者協会のコースもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。